こう歩いてみた方がいいかな。こういうとこ自由にね、あのこう止まってやるとすごく大変だから、こう来るんだよね。こうで歩く練習と向こうで自分が安定してるってことね。自分が安定してる。じゃあこう来たらいろいろね、こう来たとかこう来たとかこう来てこう来てこう来たとか自由にできますよね。あのこっち側に入るのね。こっち側転換と同じ。ここをこうやって行ったらここに来ちゃうのだから、あっち、そしてからこっち、彼をあっち、それからこう、あっち、それからこうで、こう行っちゃうとダメなんだよね。だから一旦こっちへ彼を持ってっといて、それからこういうふうにやった方がいいんじゃないかなと思うんだね。ってことはこうね、向こうあっち、顔があっち向いてると、ここに行っちゃうと来ちゃうから、だからここはあっち、それでこう足自由、こういう腰自由、あっち、そして腰自由、そして足がさばいてこう入るとかね、そういう感じ。だから一旦ここに行かないで、それから何かやる、それから何かやる、それから何かやるって、そういう形ね。じゃあちょっとあのやりましょう。こっちが入って、一旦向こう一旦向こう必ずね。それからこう来たんだったら、こう足が戻ってきてこういう形ね。普通はだこうあっち、それからこう、例えばこう、それからこう、だから一旦やらないと来ちゃうから、だから一旦必ず向こうやって、それから何かやる。そういうふうに考えた方がいいんじゃないかなと思うんだよね。でここで競わない、練習として向こうへ意識がこういうふうにいって、それからこういうふうにね、なんか鳴ってるな、こうね、で倒れてきて、今まではこうやって剥がしてたけど、こうね、こうつけておく。それで起きてく、この手起きてくるんだけど、起きてくるんだけど、こう自分がいいとこ、あんまりここやらないで、ここギュッてやらないで、こう押さえておいて、でここ寄り所しないで、寄り所しちゃうとバレて起きられちゃうから、だから寄り所しないで、こういうふうに、こういうふうにね、こういうふうに出してくるって感じ。そういう感じでやったらいいんじゃないかな。一旦向こう、それからこう来て、なんかやる。そして落としてくる。ね、そういう感じね。一旦向こう、それからこう、で、ここ寄り所しない。こういうとこ寄り所しないで、ずっと伸ばしてくるっていう形ね。そういう形でちょっとやってみて。一旦向こうっていうのは必ず一旦向こう。それからこう。それでこうね、こう触ってるって感じ。で、ここギューって伸ばしてくんだよね。寄り所欲しいからさ。でも自分は寄り所してない。こうやって寄り所してない。こうやってやって伸ばしてきても寄り所してない。こうね。そしてこう伸ばしてきてるって感じ。こうね。じゃあちょっとこういう風に入ってきて、このままでもいい。このまま、ここが効いてないと来ちゃうからね。効かしてるの大事。効かして、ポジション大事。こういう位置だったら来ちゃう。
だからここは閉まってる。でポジション、ポジション。そしてこの反撃もらっちゃう、終わっちゃったら終わっちゃうんだから。だから反撃もらないうちこう来て、こうやって来たらこれに行ったら反撃が来ちゃうの。だからこう来て、こう反撃が来るときに落としちゃうって感じ。こう来たら反撃がこれ見てるのね。そしてこうほら来てあるでしょ。だから来る前に落としちゃうの。こうに落としちゃうの。こうに。そしてこうに出すって感じね。それからこっち入ってきて、こういうふうに来るものの味。これ反撃こう来て、でこういうふうに、こういうふうに、これはこっちに自分の方、この手ね、そうね、この手はこっち伸ばしてるの、この背を伸ばしてるの、こういうふうに伸ばしてるの。そして自分がこういうふうに入るの。でここ動いてないよね。手でやってないってこと。手でやってない、体でやってるってこと。こう来て、こう来たね。そしたら入ったら後ろ入って、こっち入ってきてもいいんだけどね、こっち入ってきてもいいんだけど、これ反射がこうに来てるんだけど、一緒にこれが来るから、だから この線見てたらこっちの方が安全だから、こうに入ってるの。こういうで取って、そして手はこっち出してる、こっちここに入ってるんだけど、緩めてもいいや、緩めてこう、何しろ万歳させるって感じ。縮めちゃダメ。じゃあちょっとやってみようか、やってみて、まあいいや。こうやってこういうのとこういうのと、このまま入るのと両方こうね、わかるね。こう来てこっち来て、この場合は反射もらわなきゃいけない。この場合は反射もらって、これ行ったら一挙なんだけど、こう一挙なんだけど、一挙だ。反射もらった時に、間違えちゃった。こういうふうに入ってんのね。こう塩投げみたい、小手返しみたい、そういう感じ。まあやってみましょう。ちょっと説明するね。これね、一番大事なのはここで競い合うのが一番嫌なの。あのこう塩投げとかやられちゃうんだから、相手の方が強いんだから。だから ここの手で競わないことなの。競わないためにどうしましょう。四角入りましょうって、四角入ったの。だからこうやって四角入ってるの、四角ポコポコ。でこれでさよならでもいいの、これで。技としてはね、技としてはさよなら、さよならっていうの、四角からさよならでこれでいいの。ただ手のさばきを練習するした方がいいんじゃないかと思ってやってるだけだから。で手さばきね、手さばきは上から持つの、上から。そしてさよならしたでしょ、こういう形。あ、やばいなー、こういう感じ。やばいなーってこういう感じで、やばいなーなんだけど手がここにあったので、こういうふうに来て、次はこっちの手、この膝、これが嫌なの。だから僕はやばいなーって言いながらこっち入ったの。こっちこの後ろ、この手が届かない位置、それで落としてきちゃったの。だから手はこういうふうに持ってんの。そして下には落としたの。そしてこのままじゃ帰らないの。ギュッて力入れてると帰らないの。だからこっちへほら、この手を、腰を出してその時に持ってたら、わ、抜けちゃうんだったら抜けちゃうんだけど、抜けちゃうのきついから、こう緩めてあげた方が楽なの。そういう形で、それが一つ。それで今度反射の時、反射はいや、こうね、こう来て、で一挙やろうとしたの、こうやってでもこれ手もされちゃっていかないよって。本当は行くんだけど、まあ、形としてね、こうだ、手はこういう形で反射が来たの。
反射したら同じ手同じ、そしてこうやばいから同じ、ただ反射してるだけ、反射してるっていうのは一挙の反射してこういうふうにこういうふうに一挙してるので反射しないんだよ。本当はこうやって来ちゃえばいい終わりなんだけどさ、反射の形やれって言うから形やれって言うからこう裏に入るのが先決、ここで来たら来ちゃうんだから、だからこうでやばいからこうで出しといて、で手をこう、そしてケツの方に落として、そしてこうやった、そういう形だからね。まあだから下から持つとか上から持つとかあるけど、普通に持ってください。こういうふうにこういうふうに持ったりなんかしないで、普通にこういうふうに持つ、持てばいいの。でさよならできるように、これが基本だから、こうやって、そしてこれ来たんだったらこのまま行っちゃうと来ちゃうから、だからこう来たらこっちの方に少し回って来る前に落とす、そしてここを緩めてこういうふうにね。じゃあちょっとやってみましょう。もっと簡単なのやるかなこう、いいよ。こうやってやってさ、こうやって今こう来てお尻の下ね、こういうふうに離れてきちゃうとね、こ相手は離れてきちゃうとこの右手左手かな、彼の左手があるんでしょ、左この膝もあるね。だから離れちゃうとこっちを落とそうとするとちょっとやばい、これやられちゃうから、こう脇がこういうふうにロックされちゃってこうになって、これ本当はほらしちゃうんだよね。だからこの後ろのこのお尻の下に、お尻の下にほら帰ってきた時にお尻の下に落としてるとしたいのね、そういう感じ、そう締め落としの位置、ね、こういうふうに来て、でまあそういう感じね。で今度はそれからこういうのも同じだからこう来て、これ行かないなって、本当は行くんだけど、まあ行かないなっていう形でこう入ってきた時も同じね、こう、そしてこれ行かないなっていう時こう入ってこう来て、こうやって入っても同じっていうことは、なんていうの、こう入ってきたね、こうに、でこれやめた、そしてこれやめた、そしてこう入って、これ反射だからね、反射この反動もらわなきゃいけない、この反動もらってこの手がやるの、この手もらわないためにはこのね、先に出てるってこと、この手防いでるってことね、防いでないとやられちゃうの、この手いつも見てる、そしてあ来たなって、ほらいつも見てるってのが大事、こう入ってきた、でこれ見てるの、これ見てるのね、見て入れ替わるって、で自分がここを足を止めてるともらっちゃうケースが多いから、自分からこの手が来るのね、それをこういうふうに出してるって感じ、そういう感じの方が大事だと思う。こう来てこの手見てる、こうね、そういう感じ、それでやってみようか、ね、反射をもらうのは特に難しい。いや今度はさ、こういうふうにこうこうね、こうで、こう来たらね、この反射もらうんだけど、これいろいろあるの、いろいろこう抜いてこう入ってくるのも一つの方法。それから今はこう来てこの手を見ててこういうふうに入ったね、で投げたね、反射をもらうのはすごく難しい。こう来てこう来たらこう、そしたらこっちからこういうふうに入るのも一つの方法だし、こう来たらこっちからこういうふうに入るのも一つの方法ね。それからこのままこう、こっちこうね、この手嫌なの、この手嫌だから
反射難しいな。でもやらないとだめ。こうやって入ってくるのも一つの方法、ね、腰投げね。これがあこう来てこう来てこう入ってくるのもね、一つの方法でしょ。これ提案なんでね。それからほらこうに入るのも一つの方法。いろいろそのなんていうのかな、その反射によっていろいろ違うんだけど、こうそしてで今やったのはどうだっけ、今やったのはこのままこう入ったのね。でこの手がやなの、この手を見てるってことね。そしてこうね、こう来てこうでこの手こう来てこうこうでこう、これやってみようか。うん、最後にそのまま反射をもらわないでこういう位置からこういう位置こういう位置でさよならいいよ。それでで自分がまっすぐまっすぐね、そしてここに入る、そしてこういうふうに一挙の形、最初やったのと同じこうこうやってやってこうやって入ってでさよならしてもいい、でもさよならしないでこう入ってこれ手や膝やだからこっちからこういうふうに入ってきてね、そしてこう持ち替えてもいいし、そしてこう伸ばすで これが本当の形。いろいろ反射もらうとかいろいろあったけど、こう入ってこの手や足やいつも気がついてる、そしてここに行くんじゃなくてできたらあっち、あっちあできたらこの線この線転換となりあっちね、あっちにこういうふうに持ってくる、でそれと一緒にこれが入る、で足を閉じながらとこの手が効いてくる、この足が膝がやだからずっと上げて中に入る、そして伸ばしてこういう形、こういう形。じゃあ一挙の形でやりましょう。